松波監督、ネオに言及。ネオは、這い上がれネオ。試合後の談話にて、4イニング投げたネオ投手について、良いところもあるが、フォアボールを4つ与えている。そこが課題。ただ、最後まで投げてくれたのは、苦しいゲームだったので助かったが、投げるポジションをどんどん上げていかないと、とコメント、信頼を勝ち得て、良い場面で使ってもらえるようにと、立浪監督からのメッセージがあった。スリーランで、ダゾーン閉じたわ。現状、敗戦処理的な位置でも、仕方ないかな。ブレブレの育成方針に振り回されたな。フィールディングは良かったよ。ネオに打席与えた感じ、ネオの打席見せてファンを黙らせよう、感出てたんだよな。ネオの使い方下手すぎるだろ、立浪。ネオ、野手待望論、再熱。もう6年目そういう立場。這い上がれネオ。もう野手どうのこうのええから、150投げてくれ。1イニング限定で、思いっきり投げてもらってもいいんじゃない？結局中日は、ネオどういう選手に育てたいんだ？ドラドラ情報局をご視聴いただき、ありがとうございます。この記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひ、よろしくお願いします。